アイデンティティ管理は、アイデンティティ情報の管理実態のデジタルアイデンティティについてのライフサイクルにわたる管理を言う。デジタルアイデンティティは実態についての属性情報の集合として構成される。このようなデジタルアイデンティティを管理する活動は、登録、活性、抹消のライフサイクルとなる、アイデンティティ情報が登録される、を表す名前とともに、他の属性情報が登録される。 アイデンティティ情報が活性化される。アイデンティティ情報が更新されることがある。アイデンティティ情報が休止されることがある。アイデンティティ情報が抹消される。このような管理は実体の識別子に基づいて管理されるが、必ずしも ID 管理と同義ではない。識別子は属性情報の一つに過ぎず、むしろ他の属性情報と合わせた集合として実体を表すことに意義がある。 ネットワーク越しにあるデジタルリソースへのアクセス制御を支える活動をアクセス管理というが競技のアイデンティティ管理とこのアクセス管理を合わせたアイデンティティアクセスマネージメントもアイデンティティ管理と呼ばれている実際の情報システムにおいてアイデンティティ管理システムには次の役割があるアイデンティティ管理を行うシステムに基づいて組織が保持するリソースへのアクセスをユーザーに提供しつつ そのようなアクセスを制御する機能が実装される。ユーザー認証の機能とアクセス制御の機能が相当し、組織のリソースを不正なアクセスから守る。この役割については、アイデンティティ管理の応用範囲は広い。アイデンティティ管理の対象範囲には、組織内の成員のみならず、すべてのリソースについての属性情報が含まれうる。顧客情報を引いては個人情報も含まれうるため、この場合、 プライバシーの観点から特段の考慮を要する。連邦化されたアイデンティティ管理においては、アイデンティティプロバイダーがアイデンティティ情報を提供する。また、事故のアイデンティティ情報をコントロールできるようにする。パーソナルデータサービスが設計、実装されている。講義のアイデンティティ管理の範疇となるソリューションの例を挙げる。基本ディレクトリサービスライフサイクル管理。 CM アイデンティティ管理の連邦化アクセス管理、ありがとうございます。